社長は男、キノア総合鉄鋼カー、機械は最新、社屋は斬新、キノア総合鉄鋼カー、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キノア総合鉄鋼カー、さあ一緒に働こう。よし、キノアのあなたの未来。ある時は鉄鋼所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ、そんな吉井清松がその豊かな経験と人生哲学であなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来、始まりまーす。清松総合鉄鋼。大分県で一番有名な社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんばんは、アシスタントの松本久美子です。はい、こんばんは。はい、先週先々週ね、言ってなかったんで、お知らせしないといけませんね。そうですね、改めて言いますけども、11月1日今度は金曜日になります、はい、金曜日の朝7時55分から清松総合鉄鋼で、公開朝礼、はい、行いますんで、ぜひとも月曜の朝礼と僕らは、称してますが、月曜の朝礼ぜひともおいでいただきたいというふうに思います。で、10月の朝礼からですね、ちょっと形式変えてます。実は10月の朝礼、もし、ゲストでお見えの方に、イベント告知などある場合は話、ちょっとお時間を設けてみんなの前で、紹介をしてもらうという時間を取りました。で、今回もな、7組ぐらい、10月の月初の朝礼7組ぐらいの方が、いろんなイベント、自分の持っているイベントやなんかも、紹介してくださってました。今、多分清間 TV の方で、10月の月初の朝礼流れていると思いますので、もし、興味ある方はどんな人がどんな告知してるのかなって興味を持たれている方、ぜひとも清間 TV で10月の月初の朝礼見てください。そうすると、ああ、こんな風にして、自分のイベントを告知できるんだということ、もう我が社に朝礼から来てもらえるっていう、まあ、いわゆるちょっと前向きな人たちがこのおうちの朝礼集まっていますので、横のつながりどんどんできていってます。せっかく横のつながりできるなら、こうみんなの前でなんか自分がこんなことやってますとか、こんなイベントやりますとかいうのをこう話してもらおうかなというふうに思いまして、10月からそういう取り組みを始めました。11月ももちろん行いますので、ぜひともみんなにこう知らせたいって思っているような、そういうイベント告知などございましたら、ぜひとも我が社の朝礼に出てみんなの前で発表してください。またそれな内容は、清間TV で、ずっと YouTube 番組残って、どのような話をしたかっていうのも、ずっと拡散して、繰り返し、聞いていただけるようになってますんで、ぜひよかったら清間総合鉄鋼月初の朝礼、11月1日金曜日、7時55分、ぜひともお集まりください。はい、まあ11月1日だいたいヨッシーが何を話すかね、想像してますけどね。そうですね、はい、楽しみにしておいてください。はい、続いて後半はヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。さて、今日のお客様はふんちゃふんちゃこさむは主催、中野美雪さんです。言えた。こんにちは、中野です。よろしくお願いします。ふんちゃふんちゃこさむはって、それ何ですか？じゃ、いいねいいねの会っていう意味なんですね、日本語で。じゃあふんちゃっていいねっていう意味なんです。そうです、いいねとかオッケーとかいう意味なんです。ほお、いや、すごいね。ここにいいねいいね主催がいます。大分県のいいねいいね、はい、代表。ネパールのふんちゃふんちゃで。つまりこれはネパールに学校を建てる会ということなんですが、ネパールね、11軒建ててるんですよ。学校。あ、そうなんですか。今度11校目が出来上がって、12月2日から、はい、
行きたいと思ってます。うわ、11個目を作ったその開校式のために12月2日に行くっていうことですね。はい、あすごいな。中野さん、あのプロフィールをいただきましたら、元中学校 の、うんうんうん、あの先生教諭でいらっしゃいまして、で現在あの並行して宇佐日本語教室の主催もなさってらっしゃって、うん、今お話がありましたように、そのネパールに学校を建てたり、トイレを作ったり、村の人が必要な支援を心がけてらっしゃるということなんですが、はい、まずなんでネパールなんですか。うん、 そう、はい、そうでしょ、あの2006年に、あの柿見和正さんっていう方の講演会を聞きに行ったんですよね。はい、だあのその人が53歳の時に、はい、あの人も羨む女子校の英語の先生を辞めて、はい、単身ネパールに移り住んで一人でボランティア活動をされてる人の話を聞いた時に、はい、あの学校の写真っていうのが出てきたんですけど、もう日本の犬小屋の方がもっといいだろうっていうような掘っ立て小屋なんですよね。で村の人が雨が降っても寒くても勉強できる学校が欲しいっていうのを話を聞いて、あの質問の時間に思わず手を挙げてしまって、はい、私たちには聞いた責任があるから学校建てましょうって言ってしまったんですよ。でみんながあのじゃあ私たちも一緒に頑張りましょうって言ってくれるかと思ったら、うん、頑張ってくださいって言われました。100円くれました。すごい、あの例の なんとかのギャグみたいな感じですよね。みんな、これやりたい人とかで手を挙げていくと、最後手を挙げたらどうぞどうぞっていう、 そうそんなイメージですね。それは何かこう突き動かされるものがその時あったってことですね。あのですね、あの学校の先生してたらやっぱりこういろんなこと出会うでしょ、はい、もう毎日学校に来て何不自由なくあの勉強できるのに学校に行きたくない子がいたり、はい、そういう子たちをたくさんこう見てきてたら、はい、学校に行きたいのに学校がない、勉強したいのに学校がないっていうのはもう私にとってはなんかなもう本当悲しくて耐えられなくって思わず手を挙げてしまったんですよね。それまでそのネパールという国そのものへのご自身の、はい、まあ、どのあたりまでご存知だったんですか。あの一回行ったことがあったんですよね、観光で、はい、でインドと中国に挟まれた、まあ、ちっちゃいけど人の笑顔がいい国だなっていうふうには思ってましたけど、うん、はい、自分があの今度で15回目になるんですけど、そんなに通い詰める国になるとは思ってませんでした。うん、どうやって行くんですかネパール。私はあの大韓航空で行くんですけど、はい、インチョン経由で行きます。あ、インチョンから直行便があるんですか。はい、インチョンから直行。時間にするとどれくらいでしょう。9時間から10時間ぐらいですかね。ああ、もう皆さんネパールって どんな国か想像ついてるかどうか分かりませんけど、中国とインドに挟まれたいわゆるエベレストの麓ですよね。うん、そうです、あの世界の高い山ベスト10のうちの8座がネパールにあるんです、はい、で面積は北海道の 1.8 倍ぐらいだから、はい、もうほとんど山なんですよね。はい、国旗が形が、あ、そうです、そうです、三角ですよね。はい、うん、それがとても印象に残ってて、 あれはヒマラヤ山脈を表してるそうです。ああ、なるほど。まあ、ちょっともう驚くんですけども、あの学校を建てなきゃいけないということで、建てるのはともかくまあお金は出すかもしれんけど、わざわざそれを建てていくっていうふうに思ってるのはすごいですよね。しかも11個、はい、どうしてそうなるんでしょう。1個を建てればいいと思ってたんですよね。であのたまたま毎日新聞が取材してくれたら、あ、私みんなから預かってるお金があるから学校建てるのに使ってとかいう方が現れて、あの一気に3校建ったんですよ。で3つもできたんだから皆さん来てくださいって言われたので、うん、行きましょうっていうことになって冬休みに行ったんですよね。まあ大変でした。毎日8時間ぐらい歩き続けて、あの車がほとんど走ってなかったので、やっと上がったと思ったら下らなければいけない、やっと下ったと思ったらまた登らなければいけない、私はなんてバカなことをしてるんだろうって、なんか自分でこう自分のことが本当に恨めしくなってきました。あの例えばその資金のこととか、はい、あの国同士の手続きとか、どういうふうになさってるんですか。
資金はですね、はい、友達に呼びかけて集めたり、友達がお父さんが亡くなった時の香典返しにとか、うん、退職した記念にあんたが頑張ってるから一個を立ててあげようとかいう感じで集まってきました、はい、で今度11校目っていうのがですね、はい、文豪の市の90歳の男性が建ててくれたんですけれども、はあ、去年の4月19日に大分合同新聞に私のことを載せてくれたんですよ、うん、それを見た90歳のおじいちゃんが軽トラを運転して宇佐市役所までお金を持ってきてくれたんですよね、はい、で私たまたま市役所の知り合いの方から電話があって、はい、あんたに会いたいっていう男の人が来てるってドキドキしながら行ったんですよ、うん、したらこんにちはよりも前に分厚い封筒をパチ渡してくれて、うん、これ使うてなって、うん、もう何が何か訳は分からなかったんですけど、うん、自分は10人兄弟の9番目で貧しくて、うん、学校にも行けなかった、うん、だからネパールの子どもたちのためにこのお金が役立つんなら本望だよって言って、うん、お金を渡してくれたんですよ。うーん、そうなんです。当時ね、10校建てればいいや、もう10校でやめとこう、うん、それから先もその10校をこう修繕費とか、建て増しとかでお金かかるだろうから、まあね、はい、もう10校でやめるつもりでいたらその男性が現れてお金くれたんで、もう10校目建てなくていくと仕方なくなったっていうふうに言ってましたよね。何歳ぐらいのお子さんが何名ぐらい一つの学校に通うことになるんですか？いろいろなんですよ、はい、もう小中高一貫校みたいな学校のところもあるし、うん、はい、ネパールって多民族国家で125の民族がいるんですけど、うん、それぞれこう言葉が違うんですよね、はい、だから小学校に入学するまでにネパール語の読み書きができるようになっておかないと勉強についていけないんですよ、うん、だから3歳からそのネパール語の勉強をするための小さな学校っていうのも村に一つずつ必要だったんですよね、はい、一番最初に建てたのはそれでした、はい、で実際にその村に行ってみたら、もう車はない、テレビはない、水道はない、トイレも村に3つしかないんですよ。本当にもう頭をハンマーで叩かれたようなショックでした。でどのくらいかかるんですか、その学校を1校建てるっていうのは。一番最初に建てた時は2教室の教室が20万ぐらいで建ったんですよ。で私もできるんじゃないかなと思ったんですよね。ところが大きい地震があってから、はい、何もかもが値上がりして、今2教室建てるのに100万じゃ足りないようになってます。5倍になりました。あ、なるほどね。よし、はい、1個いかがですか？鉄筋コンクリートの立派な校舎を建ててください。僕の退職金が入った時に1個建てましょうか。いや、ちょっと今そのお話を伺ってショックでね。まあ私もそのあれですけど、自分たちを飾ってるものね、洋服にしても化粧品にしても、はい、まあ要は趣味で持ってるもの、はい、この額をちょいと頑張ったら子どもたちが学べるんだって思ったら、なんかこう日本人であることを逆になんかちょっと反省という意味で今聞かせていただきました。悪いことしてないんだけど反省したくなりますよね。体は一つなのにね、洋服もたくさん持ってるし、千手観音じゃないのにバッグもいくつも持ってる、なんかそういう自分を本当に反省しました。恥ずかしくなりますよね、それでね、まあ学校、ネパールに学校を建てるだけじゃなくて、はい、日本に来られている、まあ、実習生とか、うん、まあ、いろんなビザを持って日本に来て今、仕事をされてる人、はい、たくさんいるじゃないですか、はい、その人たちに、まあ、無償ではない、100円取って、はい、日本語の勉強を教えてるんですよ。でその日本語学校を今宇佐市で作ってて、うちの会社の社員たちもその学校に行かせてもらってるんですよ。まあ、日曜日、2週間に一遍ですかね、はい、100円握りしめて先生のとこに行って日本語を習って、で、帰りになんかもうお土産山ほど持って帰るみたいな、そんなことをずっとやられているって、もうすごくもう頭下がる思いなんですよね。もともとその中学校の時っていうのは、はい、まあ何の国語を教えてました。あ、そうですか、はい、英語ではなく国語なんですね。国語です。あ、
どうですか、その外国人の皆さんに日本語を、はい、まあ、教える時の何かこうポイントとかあるんですか。いや、もう相手を分かろうとする気持ちっていうのが一番大事だなと思います、うん、はい、うーん、通じる通じないじゃなくてちゃんと聞くっていうことですよね、はいはい、そうすると、あの人が聞いてくれてるからって一生懸命になってそのことを説明しようとする、うん、その関係からだんだんこう心と心が通い合うみたいな感じですよね。もともとがあの JLPT 日本語能力試験をの勉強するための教室なんですよね、はい、からやっぱりその日本に来たからには日本語能力試験に合格して、うん、資格の一つも取って帰ってほしいなっていうふうに思ってます。うちに来てる社員たちもその日本語検定を取ろうということで、この前、N3 の試験を合格しましたね。合格しましたよね、本当に先生のおかげで合格することができて本当に喜んでましたよね。その N3 を取って今度今 N2 に挑戦とかいうふうに、はい、今頑張ってるみたいですよね。そこの教室にも先生が一人で教えるわけじゃなくて、うん、全部で9クラスあるんです。そうです、9クラスあって今そこに、ボランティアで先生いろんな人が集まってきて先生と呼ばれる人が今何人いるんですか。11人います。そうですか。じゃあこの日本語教室についてはそうやって、はい、まあ、同志の皆さんがですね先生として頑張ってくださる、はい、ただその先ほどありましたのネパールについては、はい、中野様ご自身お一人でしてらっしゃる。いえいえ、私を支えてくれる周りの人がたくさんいます。うん、でないとね、はい、旅費だけでも大変でしょ。そうですね、旅費はでも誰も出してくれませんから自分で出します。ああ、そうなんですか。日本語教室も最初一人で始めたんですよ、はい、で私とベトナム人の技能実習生10人で始めたんですよね、はい、が今年もう8年目になるんですけれども、いつの間にかスタッフが11人になって今登録人生徒数だけで71人になりました。あ、すごいですね。今本当にその労働者っていう観点から考えても、はい、非常にマンパワーがね、はい、もう不足していて、うん、で外国人の方の労力をお借りしないと、はい、もうずっといかない企業がたくさんありますよ。そうなんですよね、うん、その中でちゃんとした日本語、うん、いや本当に思うんですけど気持ちはあるのに、うん、日本語の解釈が違っていたり、はい、逆に間違って覚えてて誤解を招いて、うん、そこがまあいさかいになったりとかいうのをよく聞きますからね、はい、そういう面では言葉を教えるという部分から文化風習を教えるところまで入ってらっしゃるんじゃないかなって、うんうん、そうですね、うん、もう来てくれる学習者の皆さんが、うん、お母さんって言ってくれるんですよ、うん、もうこんな嬉しいことってないですよね、うん、で教室は第二の家だと言ってくれます、うん、なんかもう本当に言葉文化だけじゃなくってこう生活の中までちょっと面倒を見てる部分も出てきてますね。そうなんですよ。なんで生活の中までってで僕大きくなずったかというと第2と第4日曜日だけが教室がある日なんですけどもそれ以外の日弁当がたくさんもらえたからって言ってわざわざご本人が車飛ばして生徒たちに一人一人その弁当を渡したりしてるんですよ。でパンがたくさんもらえたからって一人何個ぐらいになるって言っても一人一人の生徒さんのところに家に自ら行って、なんですか中野宅急便って中野宅急便とか言いながら、うん、ずっとその、弁当とかパンとかそういうのを配って回ってらっしゃる毎日毎日そんなことをやられてるっていうのも本当に感動的ですよね。でまた来てる人はどっかの企業の、社員なんで、まあ、そういう自分とこの社員が、中野先生のところにこう預けている 社長さんたち少しずつでもお金持ち寄って中野さんのやってることを助けれたらいいねっていうようなそんな話をね今いつも
あの中野さんと話をしてるんですよね、はい、この前ね、あの、港祭り花火大会が宇佐であったんですけども、はい、その時も、ね、生徒さんたちみんな連れてあの花火大会を見るんだとか言って、結構すごい人数が集まって30段に来ましたね。で、まあ、それも全部あの中野先生 手弁当で自分でお金出して、うん、みんなに、ね、食べさせてやったりビールとか出してやったんで、もううちの会社もあのできるだけ、ね、できることはということでビールとかチューハイとかいただきました、そういうのを、ね、はい、先生に託して、みんなに飲んでもらったりしましたよね。あの時はあのボランティア団体さんがしてくれて、はい、だからあの生ビールとかビールをくださったんですよ。それでとかあの子ども食堂をされてた方がたこ焼きを作ってくれたりとか、本当になんかあの日本語教室ってこう地からこう浮いてるような感じがするんですけど、少しずつこう地域のつながりができてるかなっていうふうに今思っております。もうあのお弁当とか清松総合鉄工さんだけには厚かましく社長室にお弁当を持ってきましたので渡してくださいって本当になんかもう頭下がる、もうここまでのことができるんだって、人はここまでのことができるんだって本当に心から感心するっていうのが中野先生を見てて、うん、僕思うことなんですよね。中野先生もともとその中学校の教員でいらっしゃいましたからね、はい、学校にまあ通勤されて、はい、そこで生徒さんがいて教室で、はい、もうあのちゃんとした恵まれた環境の中で、うん、はい、そこからまあ退職なさって今この状態、うん、あの先生って何なんだろうって今ねふと思いながらお話を伺ってたんですけど、うん、そこまでなさる原動力は何だと思われますか？幸せなんですよ。私今が一番生きてた中で一番幸せなんですよ今が。あの自分をすごく必要としてくれる人がたくさんいる、うん、こんな喜びってないなって思います。で、あのたくさんのありがとうをもらえて幸せですか、原動力多分その喜びです。あ、すごい。そう言える ね先生がまたすごく尊敬ですよ。そうですよね、尊敬できるっていうか、うん、本当もう話が尽きなくて、うん、もっともっと話を聞きたいんですけども、はい、この番組には時間がございまして、最後あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってます、中野先生にとって未来とは作るものだと思ってます。そうですよね、もうあの日本語教室もネパール支援も一人で始めたんですけれども、ま、周りの人がこう支えてくれ助けてくれて今11個目の学校が建ったり、あんなあのうさ日本語教室が大きくなったり支えてくれる人が増えたっていうのは本当にあのコツコツ積み重ねてきたものが今を作り明日をもっと大きいものに作ってくれるんじゃないかなって思ってま す、 そうです、ね、はい、お話を伺いましたのはふんちゃふんちゃこさむは主催の中野美由紀先生、これはいいねという意味だと伺いましたので、今日はこのふんちゃで結んでいいですか、はい、じゃあよしせーのって言ってください。みんなでふんちゃで、はいはい、終わりたいと思います。では行きましょう。せーの、ふんちゃ世のため人のためそして己のためにを社税として少人だけで成り立つ会社を目指します。競争鉄工株式会社、ここには夢がある。はい、中野さん帰っていかれました、はい、本当にね、もうすごいんだな、すごいなって、うん、信念を持ってらっしゃいますよね、うん、もし、人のためにここまで動ける人ってそんなにいないんじゃないかな、あの毎日毎日あの、お弁当屋なんかも、自分とこの生徒にわざわざ自分の、夜夕方になってからこう配って回ったりして、そんなことできるのかなって、で来られる生徒さん100円玉握りしめてきてもう嫌になるほど お土産持って帰ってもらうみたいなことをずっと続けてらっしゃる、もう本当に頭の下がる思いでございます、はい、であの面白い話最後してたじゃないですか、うん、あの学校を建ててやりました、で学校を建てましたって言っても地元の人から、ありがとうっていう人一人もいなかったみたいな。ネパールの方って感謝してくれないんですか？ところがネパールというあの仏教圏、はい、今高圧の文化でも知られてるんですけども、誰かに施しができる機会を与えてやったことが、
とにかく中野さんが学校を寄付できる環境をここに作った俺にお礼を言えぐらいな、おそういう感覚なんですよね。すごく面白い考え方なんですけども、宅発でもそうなんですよ。あの宅発ってこう、あの、こうチンチンって鳴らしながらこういろんなお米とかお金とか集めて回る、はい、まあ、お坊さんいるじゃないですか、はい、それ宅発って言うんですけど、はい、その宅発も、同じようでお金持ちから あれもらう方が簡単なんですよ。お金持ちの家に行って何かお金ください、お米くださいって言ったら簡単にもらえるかもしれないですけども、自分より貧しい人のところに行ってあれをもらって、施してもらうっていうのが彼らはやらなければいけないことなんです。ちょっと合理的ではない、うん、お金持ちからもらった方が楽じゃんって思うかもしれないけど、はい、そうじゃないんですって、彼ら何をやりたいかっていうと、自分あのなかなか人に施すことができない、人に何か物をあげることができない、本当にかわいそうな人たちに人に物をあげる喜びをちゃんと感じてもらうっていうのが宅発の本当の意味なんですよ。だから中野さんの時もみんなが中野さんに寄付できる環境を私たちは作ってあげたんだから、中野さんあなたが私たちにありがとうって言うべきなんだみたいな、あの、考え方なんですよね。まあそれぞれのこう国とかね、まあ、考え方がありますけど、うん、私はやっぱり感謝ありがとうの文化で、育っておりますので、そこに全面的に賛同はできないんですけど、まあそこそこの考え方がありますよね。そうですね。まあそれが仏教国で、ずっとあの信じられてきた、まあ形っていうか、そういうことだというふうに、そういうふうに理解すると、彼らの文化は少し理解できるんじゃないかなというふうに思いますよね。まあただお話を伺いながら、教育を受ける権利って当たり前じゃないんだなって、だからそうですね、勉強させてもらえたことに改めてそれこそ感謝をしたいなと、そうですね、そんなふうに思いますね、はい、はい、それでは今日はこの辺で失礼いたしましょう。お相手は吉井清松、そして松本久美子でした。せーの、いいね。せーの、いいね。